RENG こちらは電話レンジかっこ仮です。マユシーの声聞こえてきた？少し黙れ。マユシーガイダンスが聞こえなくなる。こちらからタイマー操作ができます。シャープボタンを押した後、温めたい秒数をプッシュしてください。例えば1分ならシャープ60、2分ならシャープ120です。綺麗なターンテーブルだろう。普段と違って逆回転してるんだぜ。それ何？逆回転？そこに重大な意味があるかもしれない。漁師の振る舞いにも影響してくる問題であり、フントの規則を導入して。あるわねえよ。ないか。ないね。そうか。ゲルバナの出来上がり。ダルよ、このバナナ食べてみようとは思わないか。思うはずだ。我らの2年達成の犠牲となり散ったダルに敬礼。すげえまずそうじゃん。味は関係ない。食べることに意味があるのだ。さあダルよ、遠慮することはない。骨は拾ってやるから思い切ってズズイと行くがいい。いらねえ。ではマユリ、お前にその名誉を譲ろう。なんかね、ゲルバナは
中身がデロデロでブニュブニュだったよ。味もしないし、全然美味しくなかった。デロデロでブニュブニュか。ダリオ、どう思う？ブニュブニュバナナか。ブニュブニュのバナナ。マユシ、あなたのバナナ、ブニュブニュだねって言ってみて。ダル君、ダル君、鼻血出てる。いいから言ってみてください。お願いします。あなたのバナナ、ブニュブ。言わせるな、天皇学。ゲル状になったということは半固形、すなわち分子同士の結びつきが弱くなっている可能性がある。そうか、わかったぞ。俺たちは冷凍機能だと思い込んでいたが、実は違ったのだよ。さあお前たち、なんだってと叫ぶがいい。ここは叫ぶところだ。冷凍機能じゃないのは分かってるっつーの。問題は、じゃあこの機能って何ぞ、何が起きてんのってことじゃん。冷凍の逆なら解凍じゃないのかな。実に愚鈍な意見だな、マユリ。それでは普通の電子レンジと同じではないか。じゃあどういうこと？それが分かんないから悩んでるんだお。ご覧ください、秋葉原駅前のビルに謎の巨大物体が墜落しています。現在警察による規制が敷かれ、ビルの前まで行くことはできませんが、遠くから見る限りでは墜落した物体は人工衛星のように見えます。
ダルはラジカンに見物に行かないのか。どうせ行っても見られないっしょ。もちろんネットに上がってくる情報にはほぼ目を通してるのだぜ。アットちゃんのスレ数100超えたし、勢いすげえ。涼しい、生き返るぜ。あばば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 。電話レンジ（括弧仮）の件だが、俺は答えを導き出したかもしれん。その括弧仮って面倒いからいい加減やめるべき。そんなことは今はどうでもいい。お得意のとんでも理論でもひらめいちゃった？何を言うか。俺はいつもこの世の真羅万象すら超越したあらゆる可能性について思考を巡らせているのだ。とんでもとか言うな。真羅万象を超越って、つまり何でもありってことじゃね？理論ってレベルじゃねえぞ。だるよ、電話レンジ括弧仮はシュタインズゲートを開く鍵だという気がするのだが、どうだ。そのシュタインなんとかってところからして意味不明なわけだが。
すいません。何か？いった。貴様。貴様は死んだはずだ。なぜここに？しかも。怪我は平気なのか？いや、そんなはずはない。マキとクリスは何者かに刺されて血まみれで。またその話かよ。またその話とはどういう意味だ？だって一週間前にも僕にそんなメール送ってきたじゃん。メール？俺が？何よバカだ。マキセ・クリスが殺されているのを見たのはほんの3時間前だぞ。ちょっと勝手に殺さないでくれますか。私ピンピンしてますんで。そういえばあのメール変な感じだったな。送信日時が1週間後になってた。つまり未来から来たっつうか。未来から来た？ネットで妙な考察サイトでも見たのか。だるお前がとんでも理論を言い出すとは珍しい。違うがな。確かにメールの日付は1週間後の28。あ、そっか、28日だから今日じゃん。
深いわね。ある。実体がある。やはり幽霊だというのは考えすぎか。オカリン、まずくね？俺は警察に突き出されたいのか。俺は真実を知りたいだけだ。何が真実よ、この変態。バカなの？死ぬの？ルイスちゃんの名台詞、来たこれ。俺は確かに見たのだ。まさかあんた、今、私の下着を。この手の目が、そうではない。ドクター中バッチ。オカリン何言ってるん？中バチの発表会なら中止になったじゃん。中止？そう、
人工衛星の墜落で。ちょっとあなた、我が名は法院教馬だ。違うよ、全然違うよ。法院さん、今の話詳しく教えてほしいんですが。マキセさん、そろそろ時間ですし、始めましょう。はい。オカリン、とりあえず僕らも行こうぜ。行くとはどういう意味だ？講義を聞きに来たんだろう？今日は私のような若輩者の話を聞きに来てくださってありがとう。講義をする方だったのか。こういうのは初めてなので緊張してますが、ガチガチなのは多めに見てください。どうぞよろしく。今回タイムマシーンをテーマに話してほしいと言われまして、正直専門外なんですが、頑張って話してみようと思います。おお、タイムマシンか。最初に結論を言ってしまうと、タイムマシンなんていうのはバカらしい代物だということです。異議あり！
タイムマシンが作れないと決めつけるのは早計だ。オカリン、無茶しやがって。まあ、はい、いいですよ。ディスカッション形式の方が話も弾むでしょうし。でもその前に、私の考えを話させてください。これまで世界中の科学者たちがタイムトラベルについての理論を提唱してきました。主な理論だけでも11に及びます。中性子星理論、ブラックホール理論、光速理論、タキオン理論、ワームホール理論、エキゾチック物質理論、宇宙紐理論、量子重力理論、セシウムレーザー光理論、素粒子リングレーザー理論、ディラック反粒子理論、別の理論によって否定されているものさえある。では12番目の理論が発見されたとしたらどうかな。13番目の理論によって否定されるかもしれません。アインシュタインの相対性理論によればね。例えば今すぐ羽田空港に行って、そこから沖縄行きあたりの飛行機に乗ればいい。目的地に降り立った時、その人は10億分の1秒くらい私より未来に進んでいる。移動する速さが高速に近づけば近づくほど時間は遅く流れる。それが相対性理論ですから。極論を言えば、光と同じほどの速さで走ることができたら、流れる時間はその人だけ半分になるわけで。24時間その速度で走り続ければ、周囲では48時間が経ったことになるから、丸1日分未来へ飛んだことになるんですよ。鳳凰院京馬さん。それはへりくつではないかな。
では過去には行けるのかな。過去にだって今すぐ行けますよ。夜になったら望遠鏡で空を覗いてみてください。何万年も前の光を見ることができるでしょ。それもへりくつですよ。まあ今までのは前置き。例えば実際に皆さんが体ごと過去や未来へ行くことができるようなタイムマシンを作るにはまず何が必要か考えてみましょう。代表的なところだと宇宙紐理論かワームホール理論かな。宇宙紐というのは超巨大な質量を持つ紐みたいな形のひび割れです。幅は素粒子と同じぐらいで、長さは最低でも銀河系と同じくらいと思っていただければいいです。これは巨大な質量であるがゆえに時空を歪める性質を持っているんです。その歪んだ時空を紐を中心にあなたがぐるっと一周すると360度以内で回りきることができる。要するにワープみたいなことができるということ。これ時空の角度欠損って言います。角度欠損しているところを通過するとそこは欠損しちゃってますので通過時間はゼロになる。これを応用して宇宙紐が高速に近い速さで運動しているとき、相対性理論により宇宙紐の時間は周囲より遅くなるから、歪んでいる角度欠損の領域を通過すると本来ゼロだった通過時間がマイナスになる。つまり通過後の方が過去になっているわけ。2本の宇宙紐を使って空間欠損ジャンプを行い元の地点まで周回するように戻ってくると、ちょうど周回を開始したのと同じ時間に戻ってくることができる。ざっくり言っちゃうとそれが宇宙紐理論によるタイムトラベルです。ちなみに誤解しないでほしいのは、宇宙紐理論は超紐理論とは別物ということです。というわけで宇宙紐理論で過去へ行くために用意するものは3つ。その1、宇宙紐。これは2つ必要です。あ、ちなみに宇宙紐って生まれたばかりの宇宙にしかないという仮定なので探すのはかなり骨が折れるかも。その2、仮に宇宙紐を見つけてきたらそれを光に近い速さで運動させるためのエネルギーが必要です。銀河と同じ長さのひび割れを光並みに加速させるにはどのくらいのエネルギーがいるんでしょうね。少なくとも 1.21GW 以上なのは確かです。その3、宇宙紐があるところまで行って戻ってくる宇宙船。タイムトラベルする人はこれに乗らないといけません。どうです、鳳凰院さん、宇宙紐理論でのタイムトラベル挑戦できると思いますか。鳳凰院さんは宇宙紐理論には挑戦したくないようですね。だったらもう一つ例に挙げたワームホール理論はどうです。こちらは宇宙紐理論よりはもうちょっと現実的かもしれません。ところで鳳凰院さん、
ワームホールってどんなものか知ってますか？空間に開いた抜け道のようなものだろ？ええ、そうです。2つの穴があって、それはトンネルでつながっている。トンネルは通過時間ゼロで通り抜けられる。2つの穴がどれだけ離れていてもね。だけどここで残念なお知らせ。ワームホールのトンネルは超重力がかかっていて、開通すると同時に潰れちゃいます。だからかかる重力を無効化するために何らかの細工をしなくちゃダメなの。いわゆるエキゾチック物質。これはマイナスの重さを持つ物質で重力に反発するんです。こうやってむぎゅーっと空を作ってる状態がワームホールのトンネルです。ここを通るためには手の中に私が握ろうとする力に反発する何かを作ってむぎゅーっとできなくしないとダメということですね。エキゾチック物質を注入してワームホールを安定させれば瞬間移動が可能になります。タイムトラベルをするにはそこからもう一手間必要。ここでは仮にワームホールの入り口側の穴がこの秋葉原に、出口側にある穴が LA にあるとしましょう。まず LA にある穴を光に近い速さで宇宙の果てまで飛ばしちゃってください。そして果てまで行ったらすぐに LA に引っ張り戻す。相対性理論により光の速さで動くと時間は遅く流れる。 LA に戻ってきた穴は秋葉原にある穴よりも過去にあるということになります。というわけでその状態で鳳凰院さんがワームホールに飛び込んだら数年前の LA に行けるでしょう。でもこの時点ではまだタイムトラベルをしたことにはなりません。疑似的なタイムトラベルです。いわゆる浦島効果ね。重要なのはこの後 LA から秋葉原にもう一度ワームホールを通って戻ること。そうするとその通過時間はゼロなので、鳳凰院さんは数年前の秋葉原に戻ってくるわけです。これでタイムトラベルは完了。ワームホール理論に必要なものは宇宙ひもより楽ですよ。その1、ワームホールそのもの。この宇宙のどこかにもしかしたらあるかもしれません。見つけた人はまだ誰もいませんが。その2、ワームホールの穴を光並みの速さで宇宙の果てまで往復させることのできるエネルギー。その3、エキゾチック物質。ちなみにこれ実在は確認されてません。バカらしいと最初に言った理由は分かってもらえましたか？タイムトラベルの理論はどれも思考実験です。それらの理論からでは実際にタイムマシンを作ることはできないということ。それが私からの回答です。もっと簡単なものはないんですか？例えば机の引き出しを開けるだけで使えるものとか。ないですね。
代の物理学じゃそこが限界。10年後にはどうなってるか分かりませんか。それに仮にもっと簡単に過去へ行ける方法が発見されたとしても、実際に行けるとは限らない。因果律に関する根本的な問題が解決されていませんからね。タイムパラドックス、質量保存の法則。保存の法則を宇宙のようなマクロレベル、あるいは原子や素粒子などのミクロレベルの仕組みに当てはめるのは誤りです。法則でしかないから、現代物理学においては全く成立しない。無から有は生み出せますから。では、何が問題となるのかね。タイムパラドックスはタイムパラドックスでも、親殺しのパラドックスの方です。そのパラドックスの解が導き出されない限り、タイムトラベルは実現できない。絶対に。殺さなければいいんじゃないの？そんな単純な問題じゃありません。SF 映画と同じように考えるのはとても危険です。あなたが消えるだけじゃ済まされない。矛盾が生じることは、因果律の崩壊、相対性理論の崩壊、さらにはこの世の全ての物理法則の崩壊を意味するのよ。パラドックスは理論上の思考実験に過ぎない。現実に起きることはないし、起きてはいけないことなんです。だからたとえ 0.00001% でも起きる可能性のあるどんな行動も絶対に実行には移せない。そう考える方が自然じゃないですか。多世界解釈や自己無矛盾の原理っていう抜け道もありますが、個人的にはファンタジーすぎると思うので認めたくないですね。あがくっ